どうもパシーチャンネルです。はい、今日は本当久しぶりの動画投稿になるんですが、皆さんお元気でしょうか。今日は2月の13日の火曜日なんですが、楽しい3連休皆さんお過ごしだったでしょうか。今日はですね、ちょっと体がこれ3日間ちょっと遊び倒しましてですね、体がちょっと筋肉痛っていうのと、この宇宙をねちょっと見に来てくれる方とかがたくさんいたりして、まあなかなか撮影ができず、家をね綺麗にしとかなきゃいけないっつうので、撮影ができなくてですね、ちょっと今日は試しになんですけど、こんなものでなんかできないかなと思ってちょっと撮影してみたいと思います。いやー、もうほんと葵のことおんぶしすぎて全身の筋肉痛でございますね。これ100円で売ってる、まあ入れ物なんですけど、まあ、アルミホイルなんか置いてみて、これも100円で売っていましたね。セリエで売ってたね。まあ、こんな感じ。まあ、切ってもいいと思うんだけど、切らなくてもまあまあ、こうふんわりした感じ。下にね、アルミホイルとか敷くと、こう、かさ増しになって、うん、こんな感じで。うん、で、工作用ボンド。こんな感じで、すっげえ溢れてきてる。こんな感じで、ボンドを垂らしたらどうかな。すごいな、溢れて出てくんだこれ。ここに草。うわ、懐かしい匂いだな。これプラモデル作ってる時のよく嗅いでた匂いだ。このアルコールっぽい匂い。これ接着すんのかな。これ接着しなくてもいいんだけどね。まあ、レールたくさんあるので、はい、こんな感じですね。この顔のジェームスをね使いたいんでね、これで脱線してる感じ。これで脱線してます。ああ、よっ、よし、危ねえ。ジェームスがこれ脱線してます。それを助けに来るパーシーっていう感じの、こういうね小枝なんかもね、あのセリエで売ってるんですよ。ちょっと綺麗にもう洗ってある木だと思うんだけど、うん、100本ぐらい入って100円だったかな。ちょっとしたこう情景というかね、あるとこうまたリアルさが増すんでないでしょうか。はい、ちょっとめちゃくちゃシンプルではありますが、はい、こんな感じでどうでしょうか。はい、対して、木材につまずいて脱線してしまったジェームス、助けに来たパーシーに見られてしまって恥ずかしがってしかめ面なジェームスというテラリウムっていうのかな、勝手に作った空想上のワンシーンですけれども、こういうのね、なんかカブプラをこう活かせると言いますかね、テラリウムっていうのかな、最近なんかこう流行ってるじゃないですか。まあ、あるワンシーンをこう保存しておくと言いますかね、うん、こんなのこう手軽に作ることができますので、ちょっとやってみましたが、なかなか流行ってるんじゃないでしょうか。それこそね、本当にあった本当のお話の1ページをですね、カブプラでこう再現してお家に飾っておくっていうのもありではないでしょうか。今回はちょっとこの顔のジェームスとね、まあ、笑っている顔のパーシーで、パーシーチャンネルなんでね、まあ、パーシーを使った、まあ、テラリウムっていうかこういう作品をちょっと一つ作ってみました。かかったお金はですね、この入れ物が、白い入れ物が100円、そしてこの芝生が100円、木が100円、あとは持ってたカプブラを使ったんで、まあ締めて税込み330円で、まあこんなものは作ることができます。皆さんもね、ぜひ、まあキャンドゥ、ダイソーでも同じようなものは売ってると思いますし、そうね、石とか、その他にも石とかね、まあ葉っぱだったりお花とかもいろいろ売ってますので、いろんなものを使ってですね、まあリアルな感じでいろんなシーンをこう作って家にね、飾っておいたらいいんじゃないでしょうか。まあテーブルの上とかね、勉強机の上とか、ちょっと置いとくだけでも、なんかその空間がね、映えるといいますか、かなりいいんではないでしょうか。ということで今日はちょっと、こんな動画になってしまいましたが、うん、こういうものをちょっと作ってみたっていう動画でした。ちょっとコメントにも全然返信できてないので、今日の夕方までには、コメント返信したいと思います。それでは皆さん、今日も楽しみましょう。バイバイよ。